簡単には自粛できないでしょ、今度は。本当はだけど、本当はだけど、もっと自粛してた方がいいんだけど、社会が動かないじゃん。社会が動かないから、動かさざるを得ないでしょ、結局は。だって俺、留置場とか入ってたけど、裁判って起訴されてから2ヶ月以内に初公判開かなくちゃいけないんだよ。でも、もう裁判、要はそのコロナの影響で自粛して、裁判所も裁判をやらなかったんだよ、ずっと。だからみんな、この自粛期間、約 1.5 ヶ月か、1ヶ月半ぐらい、裁判が全部開かれなくて、なので、社会が動かないと困るので、今、多分裁判がもう、どん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 行われて、だから俺の場合は裁判が早かったのよ。ねえ、なんで川口のビデオボックス、八王子だ、ここ。ここに書いてあるでしょ、八王子って。あ、見えないか。ハスキーらしい。ここに見えない、八王子って書いてある。チキンいらっしゃい。やっぱ何でもない普通の雑談配信。まあ、多分チキンさ、閲覧がいっぱい増えるわけでもないけど、安定してる放送でいいんだよね。もう俺の放送ってそうじゃん。まあ、ウナの放送とか、まあ、どれの深夜食堂も、まあ、前までいたどれの深夜食堂も、結局みんな安定してんじゃん。それでいいんだよね、なんか。あ、なんでレベル1消したからね。消したから。一回ね、削除したので、削除するとレベル1に戻す。やっぱね、普通の雑談でいいですよ。昔からまあ、チキンとかね、見てくれてるからね、そういう人間たちは普通の雑談でいいですよ。でも、ビデオボックスはいいよ。マスクもらえるから。ビデオボックス入ると、マスクもらえる。嘘か。まあ、どうだろうな。あんま聞かれたくないこととか言いたくないことは答えないよ方がいいよね。どうしても、プライベートじゃないけど、放送外のことで、そう、言いたくないことってあるじゃん。それも答えてたから、だからね、どうしてもね、何でも答えちゃうと、嘘つかざるを得ない時もあるよね。そう。嘘つかざるを得ない時ってあるじゃん。なので、まあ、答えない、する。もしくはノーコメント。なんかいつからか変わったんだよな。それを一時期やってたんだけど、答えられないことは答えない。やってたんだけどね。まあ、そういうの、まあ、しっかりしていく。本当にロン毛する。ロン毛するどこまでの。まあ、今年いっぱいは髪切りたくないなと思ってるよ。切らないじゃなくて、切りたくないなと思ってる。あんま断言すると、また、言われちゃうんでね。切りたくないなと思ってるけど、あと言葉もちょっと選んでいこうかなと。どうしても話の進行を早くしてしまうし、俺は。そう。結構放送って俺軽はずみなんだよ、発言が。みんな考えてない。なので、ちょっと先のことも考えて発言は考えようかな。まあ、そんなもん。今まで短髪だから長いとムズムズする。帽子かぶってるとね。あと、耳とかにこうやって髪の毛当たると、なんか、虫がいるみたいな感じがする、なんか。なんかね、感覚が違う。まあ、そんな。7月5日ね。まあ、いろいろ考えた挙句、現実から逃げるために7月5日いなくなるという、まあ、こうね、死ぬとかそういうふうに言ったわけだけど、まあ、現実から逃げない。チャイムいらっしゃい。現実から逃げない。自分の気持ちは自分の気持ちに素直でいいんだなと思った。それを誰に命令されるわけでもなく、指図されるわけでもなく、押し付けられるわけでもなく、隠すこともなく、別に素直でいいなと思ったよ。なんかそこから逃げることが、まあ逃げてきたからな、俺の人生ね、ずっとね、嫌なことから逃げる。ずっとやってきたから、それを、まあ逃げなくていいんだなって、別に逃げたところで何も変わらないから、
うん、逃げたところで逃げ切れていないんだから、ずっと。だから逃げれば逃げるほど疲れるし辛くなるから、逃げなくていいなって、別に、うん、でも自分一人で思ってりゃいいことやん、気持ちだから、うん、そうそう、それをなんかうまくいかねえからなんか逃げ出すみたいな、よくないよね、うん、そうそうそう、うん、売りたからも逃げてる、売りたからも逃げてる、売りたからも逃げるとか逃げないじゃないよね、タイミング的にコラボはまあ面白いなと、うん、懲役じゃなくて留置入って交渉行って、まあ実刑判決受けたじゃん、今回は実刑判決受けて、まあこのたびで、そのたびにそういうので、まあ配信者ゆいがというのをね、ウリちゃんは知ってるので、まあそこでね、先輩後輩の絡み、まあ前からあったんだけど、水キャス時代もそのコラボの話ってあったんだけど、ウリだから、まあこのタイミングでは面白そうだなと、ウリちゃんから説教を食らうね、先輩もう面白そうだなとは思ったんだけど、まあもう今必要ない、正直、うん、あの自分で何かやらないと、人どうこうとか、あ、そうね、いらないかな、今の俺には。出てきたばっかの頃は、あ、それ面白そうでし、やるべきだなと思ったし、うん、まあね、犯罪2度も繰り返し、今年ね、2度逮捕されてるので、なので、3度目の正直じゃないけど、まあ、そのきっかけとなるのならばいいなと、面白そうだし、まあいいかなと思ったんだけど、まあ必要ないかな、今の自分は、自分のことを、まあ自分一人でやるしかないよね。うん、それがきっかけにもならないっていうか、もう方向がもう道がもう見えてるから、うん、まあ、そんな感じですか。